はい、皆さんこんにちは、心理カウンセラーの則滝健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、非常に素晴らしい、記事を見つけました。なんと北海道の病院で、そこの職員さんが、ほとんどあれをしていない、あれをね、していない病院があって、そこで、集団免疫を獲得した病院があると。そこの、結構ね、細かくね、いろんなデータを出してくれているんですね。そのことについて取り上げたいと思います。一応僕のですね、YouTube チャンネルは削除対策用に5つチャンネルがあります。メインチャンネルの方で、昨日ですね、仮想待ちの問題の深刻化についてお話をしてますので、まだご覧になってない方、よかったらそちらの方もご覧ください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速本題に入りたいと思うんですが、この件ですね、佐々木みのり先生、の、ブログで、僕はですね、ちょっと拝見させていただいて、記事を読ませていただきました。ですね、これどこの記事が元になっているかというと、北海道医報という北海道医師会の月刊誌の2023年9月号の中に、このね、あれをしていない、病院の院長先生のコラムが掲載されているということで、それが取り上げられていたんですね。で、その、コラムがね、こちらになります。COVID-19、オミクロン株、初感染後、いつまで再感染しないか、はてな。というね、タイトルで、この記事が投稿されてるんですね。で、ここのね、病院が本当に素晴らしいなと思うのが、職員さんがですね、60名以上いるみたいなんですけれども、そのほとんどの人が、あれをしていない病院なんですね、職員さんのほとんど。だから、よくね、あれをした場合、あれをしなかった場合と、比較っていうのがね、なかなかできないと思うんですが、ここの病院ではある一つのケースとして、していない職員さんが多いので、病院の職員さんでしていない人が多いので、で、どういうふうに何が起きているのかっていうのが、非常にですね、まあデータとして面白い見方ができるんじゃないかなというふうに思っています。で、この、ですね、解放誌の中で、この先生のね、書かれている先生の末竹先生という方なんですけれども、非常にね、考察が素晴らしいなというふうに思っています。これ2022年の2月から3月と、2022年の12月にこの病院の中でクラスターが発生していると。まあ、集団感染が起きているわけなんですね。その時に、入院患者さんと、その職員さんが何パーセントぐらい感染したのか。そして、その割合をですね、このグラフに出してくれています。これちょっとこの棒グラフ出ますでしょうか。これ非常にわかりやすいんですけれども、黒い棒グラフが、職員さんですね。職員さん。60名以上の職員さんになります。そして、右側のちょっと灰色のグレーの方の棒グラフが、入院患者さんになります。で、入院患者さんのほとんどはあれをしているわけですね。あれをしているわけです。で、2022年の3月にこの病院でクラスターが起きた時に、何が起きたか、どういう数字だったかというと、そのあれをしていない職員さんの、感染率っていうのが、67%、67.2%、まあ、41人の方が、感染してるんですね。まあ、結構感染してますよね。67% の職員さんが感染したと。しかしその中の、ほとんどが軽症であるが、一部中等症の人も数人いたというふうに書かれています。で、逆に右側の入院患者の方は何パーセントぐらい、かかったかというと、82.4% かかっているわけですね。入院患者の方、82% の方がこのクラスターが起きた時に感染していると。で、このぐらいの感染だった。そして次に2022年の12月に、これね、2022年の3月の話です。左側のグラフが。右側のグラフが、2022年の12月、9ヶ月後ですね、にもう一度クラスターがここで病院で発生したと。その時に入院患者さんはもうこれほとんど総入れ替えされている。3月の時と12月、9ヶ月経っているので、入院患者さんはほとんど総入れ替えされているんだけれども、まあ、入院患者さん、この12月の時点でも、88.9% の人が、感染したと。クラスターが起きた時に。しかし、この職員さん、あれをして、ほとんどしていないね、職員さんの感染率は実は 25.4% に抑えられていたということなんですね。
職員さんは同じ職員さんが多いですね。まあ多少の入れ替えはあるかもしれないんですが、ほとんどしていない職員さんが、3月の時点では67%だったのが、12月になると25%に落ち着いている。で、これが入院患者さんも同じように減っていれば同じ率だと思うんですが、入院患者さんはほとんど変わらない。82%感染してたのが、12月に88%感染しているわけですね。ということは、これはほとんどね、だいぶその1回目のあれで、免疫をつけてかかりにくくなっている職員さんが多かったんじゃないかという考察になるわけです。ちょっとね、このグラフを踏まえて、ちょっと、全部読むとね、ちょっと YouTube 上危ないところもあるので、大丈夫そうなところだけ読んでいきたいと思うんですが、人には免疫が存在し、体内に侵入した異物を排除し、体の健康を維持するよう機能していると。一度侵入してきた異物に対しては、指名手配を行い、対抗する軍隊を即座に稼働する準備をし、再攻撃時には一定期間は発症させることなく排除してくれる。まあ、これが免疫のメカニズムですよね。一回かかっても、また来てもね、すぐに、軍隊を稼働して戦えるようになっていると、一定期間は。ほとんどの異物に対しては、一定期間経過すると軍隊の出動準備が遅れ、異物に攻撃され、やむなく発症してしまう。まあ、しかし、時間が経つとね、まあ、もう一度発症してしまうと。しかし、指名手配は記憶されており、逆襲攻撃をかけるので、初回よりは被害が少なくて済むのであると。要は1回目にかかった時よりも、自然にね、かかった時よりも、2回目も感染、ある一定期間を超えると、感染するんだけれども、発症するんだけれども、記憶として覚えていて、戦えるので、被害が少なくて済む場合が多いということですね、可能性として。残念ながら、コロナウイルスは、修正免疫を獲得できるものではなく、要は一生涯ね、免疫を獲得できるわけではなく、我々は幼少時より何度もヒトコロナウイルスに暴露されて感染を繰り返してきた。ね、まあ、コロナウイルスはもう、今回の新型コロナウイルスより前に、4種類ぐらいコロナウイルスっていうのはもうあると、まあ、土着型と言われたりしますけれども、まあ、僕たちはちっちゃい頃から、ずっとそれにさらされてきて、ずっと感染して、やっつけて、感染してやっつけてっていうことを繰り返して、免疫を強化してきたということですね。それを踏まえた上で、当院で2022年の2月から3月、先ほどのグラフの部分ですね、オミクロン株、そして同じ年の12月に同株の2度の集団感染が発生したと、病院の中で。なお、当院職員は大半があれをしていない。あれをしていない。っていうふうに書かれています。で、1回目の集団感染、まあ、2022年の3月の時、これ左側のグラフですね。職員は61人だったんですが、そのうち41人が感染したと。感染率67.2%。入院患者は17人中14人なので、82.4%が感染した。ということですね。そして2回目の集団感染時、まあ、2022年の12月、この右側のグラフになります、今度。の時は、職員が63人で、そのうちの16人が感染したので、25.4%が感染した。まあ、そのうちの初感染の人も3人いたらしいんですが、25.4%、再感染が13人、初感染が3人だったらしいです。しかし、入院患者は18人中16人で、88.9%が感染したと。だから、なぜか2回目、9ヶ月後には、あれをしていない職員さんは感染が抑えられているわけなんですね。しかし、入院患者はこれ総入れ替えされてますので、入院患者の人はほとんどしている人が多いと思うんだけれども、88%、感染しているということになります。で、初回集団感染時には大半の感染者が軽症であったが、中等症も数人いた。しかし、再感染時ね、12月の右側のグラフの再感染時には、軽微な症状のみで経過し、明らかに軽症化していたと。まあ、感染率も下がっているんですが、軽症化もしていると、軽く済んでいるということですね。2度の集団感染時、職員の感染予防行動は同様であった。特に特別なことはしていない。入院患者の感染率はほぼ同等であった一方で、職員の感染率は低下したことは明らかであると。ね、患者さんは変わらないのに、職員さんだけなぜか下がっている、感染率が。これは免疫以外で説明することができるであろうか。
ここが面白いですね。免疫以外で説明することができるであろうか。何かをね、防御したとか、何か対策を講じたとか、何もしない、同じ状況なのに、なぜか、こんな件、感染率が職員さんの中で下がっていると。これは免疫が効いているということ以外に説明することができるんだろうか。これ、医師会の、解放誌に書かれているから、本当す、お、お、面白いなと思いますね。集団感染を経験して、オミクロン株は感染力が強く、行動の違いによって感染を回避することは不可能であると思うと。感染力が強いと言われているので、何かの行動によって防げない、防ぐことは難しいということですね。専門家が推奨してきた感染対策は本当に有効であったのだろうか、はてなですね。ウイルスの感染状況は、病原体の感染力と人の免疫力とのバランスによって想定され、自然環境因子が影響を与える。そのような壮大な因子のもとで、人間の行動に依存するところは少ないと思う。人間が自粛するとか、マスクするとか、消毒するとか、そういう行動に依存するところはゼロじゃないかもしれないけど、少ないと思うと。行動制限をはじめ、推奨されてきた感染対策によって、社会的なトラブルに巻き込まれた人は多く、窮地に追い込まれた人は少なからずいる。科学者は、我々が強いられてきた行動をしっかり検証して、その結論を出すべきであると。これ本当に僕も、全く同意見です。そしてですね、このもう一個グラフが載ってるんですが、こちらにボンとグラフ出ますでしょうか。このグラフは何かというと、2022年3月のクラスター時の感染者と非感染者の月別の累積感染率というのがグラフになっていて、ちょっとわかりにくいかもしれないんですが、これのグラフから何がわかるかというと、大体1回感染してから次に感染する前に、どのぐらいの間感染しにくいかということが、これで大体わかるみたいなんですね。で、このグラフを見ていくと、初感染後約5から6ヶ月間は再感染の可能性は低いと。1回感染してね、半年ぐらいは再感染がもちろんゼロではないかもしれないんですが、可能性としては非常に低い。しかし8ヶ月を経過すると、また感染したり発症する確率が高くなっていく。ということは、僕たちは1回感染、自然にね、感染した場合、大体半年から8ヶ月ぐらいは、その時の免疫が結構有効に効いている可能性があるということですね。しかし、8ヶ月ぐらいを超えると、だんだん免疫が廃れていって、また感染しやすくなるということですね。で、8ヶ月を経過すると感染発症する。しかし、前例、超軽症であったと。もう1回、8ヶ月ぐらい経過するとかかることがあるんだけど、1回目に比べると、ほとんどもう軽症であったと。軽くなっているということですね。ということは、感染はして発症はするんだけれども、何かの免疫が、まだ昔の免疫が記憶を持っていて、効いているということですよね。で、ちょっと最後の部分を読んでみたいと思います。このウイルスは今後消滅することはなく、我々は共存していくしかない。そうですよね。当たり前のことですよね。消滅することはない。我々は共存していくしかない。最強の感染対策は、自然感染を繰り返し、免疫力を強化すること以外にあろうかと、問いかけています。最強の感染対策は、自然感染を繰り返して、繰り返すということは、免疫力が強化されていくということになりますので、それが一番ね、強力なんじゃないかと。感染が罪であるという風潮があった。昔はそうですよね。加えて、ちょっとここについてはちょっと割愛させていただきます。で、この本校執筆するにあたり、大阪大学名誉教授の、井上先生、井上雅也先生にも、協力いただきましたということが載っております。さて、ちょっと一部分ね、割愛しましたけれども、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひですね、これ読んでみてください。非常に大切なことが載っていると思います。僕たちは、さもですね、もう今回の新型コロナには、もうあれをするしか対応策がないんだっていう前提のもとで進められてきたような流れがあったと思います。しかし、この病院では職員さん、60人以上の職員さんがほとんどしてない。ほぼしてない。大半がしてない。しかし、1回目のクラスターで67%ぐらいの人がかかったけれども、9ヶ月後のクラスターではそれが25%ぐらいに抑えられた。しかもほとんど軽症になっていたということで、これは免疫以外に、この下がり方っていうのは考えにくいんじゃないか。
ということを、このデータからね、話されています。そしてこのウイルスっていうのは一生、もうずっとね、なくなることはない。共存していかなきゃいけない。ということは、じゃあ僕たちは一番何をしなければいけないかっていうと、何か行動でね、対策をするとか、例えば自粛したりとか、マスクをしたりとか、手洗いしたりとか、もうそういうことが全部ダメとは言わないんです。とは書いてないですが、そういうことよりも、そういうことで防げるのはもう限定的であるだろうと。そうじゃなくて、やっぱり自然感染を繰り返していくことが 重要であり、そしてそれによって免疫力を強化していく、それが一番ね、大切なことなんじゃないかということが書かれています。まさにですね、本当に僕もその通りだなと思います。今回のコロナ騒動で本当にね、一番不思議だなと思うことは、この免疫の、もともと人間が持っているね、免疫の力、自然免疫や獲得免疫とか、そういうものの作用の力の話っていうのが、ほとんどの専門家の先生から出てこないんですよね。テレビとか一般的な、メディアで。出てこない。そっちは出てこないのに、あれに対する抗体の話ばっかりが出てくるわけですよね。だから、もうこれね、免疫については、もちろん専門的なところまでは勉強する必要はないかもしれないんですけれども、ある程度最低限ね、僕たちの免疫のメカニズムっていうのは、やっぱり一人一人が勉強することが本当に大切なんじゃないかなと思います。そして、人類の長い歴史を振り返ってみると、ずっとそれで戦って免疫を強化してきて、獲得して、そしてここまで来ているわけなんですね。いろんなウイルスとか、インフルエンザ、コロナウイルスも含めてですけども、いろんなウイルスに僕たちはさらされながら、暴露されながら、こう生活してきたわけなんです。今回の新型コロナも、もう一度これ振り返ってですね、こういうことを考えていかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。少なくともこの60何人のですね、このあれをほとんど接種していない病院のスタッフの方々が、あれをしてないからといって、バタバタ倒れたとか、バタバタ重症化したとか、バタバタ死亡したっていうことではなかったみたいですね。で、当然僕もですし、僕の周りでも、やっぱりしてない人もたくさんいますけれども、バタバタね、じゃあみんながひどいことになってるかっていうと、むしろそうではないかったりするわけなんです。だから、そのかかることがいけないとか、かかることが悪いことであるとか、もしくは、そういうことではなくて、本来はその逆で、感染することによって、自分の免疫を強化して強くなっている。そういう側面もあるんだと、いうことを、きちんと、知るっていうことがね、今後大切なんじゃないかなというふうに思います。皆さんはどう思いますでしょうか？概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら、お読みください。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。